はい、星ゆきさん、おはよう。ワドツー。どうもミニ四駆始めたんだ、いいじゃん。ビークスパイダー作ってたかな。ビークスパイダー。いいんじゃん。あれもうだけど、ミニ四駆を極めるのって、あれだぜ。普通に、F1 並みの知識が必要って言われてるよね。まあ、こち亀で言われてたんだけど。こちら葛飾区亀有公園前派出所では、ミニ四駆極めるのは F1 並みの知識がいるって書いてあったよ。まあそうだろうね。何作ってんの？機体は。アバンテマーク3なんだ。アバンテってマーク3まで出てんだ。あれなんかタミヤショップあったな。板橋区かどっかにあったな。一回買いに行ったな。板橋だっけな。ダメだ。曇りすぎてるから洗ってくるわ。限定モデル。すげえな。色味がいいんだ。オタクだね。ゆきさんはオタクだね。さて、ということでね、今回のテーマは、ちょっと僕、悟り開いたっぽいんで、ちょっとやっぱりブッダと同じことやろうかなと思ったんで、ちょっとね、僕の悟りを論破したい人を募集したいと思います。僕の悟りをね、疑ってるね、人たちはね、ぜひ、論破してください。アバンテマーク3限定モデルどれだろう。アバンテマーク3どれだろう。アバンテって変わってないんだな。アバンテマーク3ホワイトスペシャルにしたんだ。クリアスペシャルじゃないんだ。ホワイトスペシャル、わかんない、出てこねえな。赤いのかっこいいじゃん。レッドスペシャルかっこよくない？俺だったらレッドスペシャル買おうかな。ホワイトスペシャル。レッドスペシャあ、ホワイトスペシャルありだね。ありだね。あ、ホワイトスペシャルありだわ。いいね。カラーリングいいね。
アガードラームがわかんねえな。わかんねえけど。ホワイトスペシャル。あれでしょ？緑の、白のボディにブルーのタイヤでしょ？うん。でしょ？なるほど。シャーシが緑なんだ。すげえ配色だな、これ。これすごい。これいいね。でも、ホワイトスペシャルありだね。猫も服着てるよね。パンツも履いてる？ズボンは履いてる。オッケー。猫も結構尻が出るからね。ちょっと気をつけなければ。アバンテレッドスペシャルかっこいいけどな。俺レッドスペシャル好きだな。なんかかっこいいね。真っ赤っか。あ、ダセーな。タイヤ黄色はダセーな。ミニ四駆奥不景感な。え、エヴァンゲリオン覚醒バーとかあるんだ。スピンコブラ好きだったな。スピンコブラ。銀の腕、アガードラーム、またはアガードラムの別名を持つ。なんだ。なんだろう、銀腕のヌアザ。何の話してんだ。何の話だ。全然わかんねえな。神話？おお。全然わかんねえな。おはよう。昨日台風すごかったけど、爆睡してて、なんか夜中だったけど、なんかすげえなーと思ったけどね。ああ、すげえなーと思ったね。
おはよう。台風被害とかないね。おはよう。バドさん出てきた夢みたいな。今朝大好きすぎるだろ俺のこと。マジで言ってんの？どんだけ好きなんだよ。悟り、悟りか分かんない人はもう話にならない。黙ってた方がいいと思う。友達の周りの家とか植木はボロボロだった。まあ外出てねえな。この時間帯もあんな異次元の放送しかありませんよ。それね、この世の断り超えてるわ。一応この世界は4次元だから。好きじゃないよ。そんな嫌味ではないが。あ、そうなんだ。好きじゃないのに俺が出てきたんだ。それは俺の責任ではなくてあなたも問題だからな。そんな知ったこっちゃないよ。俺に文句言うのやめて。俺のこと嫌いな人、俺は嫌いだから。おはよう。悟りを開くとなぜか特殊な力がついたりするんですが、つく人もいるね、つかない人もいるね。うん、神通力で検索してください。今日いや何しようかなと思ってやることないから配信つけたね。うん、こちらの天候大丈夫だよ。うん、ゴミじゃないビンディ。いや開いたから悟り開けよオンとかじゃなくて、悟り開いたから論破する人いるかなと思っただけ。人の世は天国と地獄の真ん中あたりで、人の世は地獄と、ああそうなんですね。完全にビタミン欠乏。ああビタミン欠乏してんのかな。クマが抜けないね。うん、ああ今日は起きたから寝てないね。悟りイコール論破って開いて、なぜ論破。いやなんか論破されたいなと思って。悟り開いたんで、こう悟ると論破されないらしいから、論破されないのかな、されんのかなみたいな、うん、その辺気になった感じかな。うん、悟るために何してきたの？いろいろ頑張ったかな。いろいろ頑張ったかな。あ、9号めんどくせえから他行って。9号めんどくせえわ。そういうんじゃないわ。全然面白くないし。君が来る場所じゃないかな、ここは。悟りを開くとは
悟りを開くとは悟りを開くだね。論破に意味があるのかな。意味なんて何もないですよ意味なんてないですよ。何もストレス溜めないようにな。監督ありがとう、優しいね、ありがとう。神、私も今すぐ仕事を辞めて神々の世界に入りたいです。もう少し働いた方がいいんじゃない、うん、だって行きたいんでしょ働いてでも、うーん、働いてでも行きたいんでしょ。生きればいいじゃん。働きたくないだけなんじゃないのそれって。神々の世界がどうこうじゃなくて、ただ働きたくないだけなんじゃ。俺は働かない努力をしてるからね。働かないって強く決めてるからね。アダルト系どうなんだろう、わかんないな。アダルトっていうか、なんかセクシーシーンは入れたいと思ってるけどね。生産性についてどう思う、どうも思わないかな。生産性についてはどうも思わないっすね何生産性って流行ってんの、うん、メンズくせえ、うん、男の子臭いってこと、うん、今興味あることはありますか。今やってることです、うんうん、代表作品はまあ写真作品4点ですかね、うん、オウムみたいに大きくなってくれ。あんまりね、あの宗教は好きじゃないから宗教はやるつもりない俺は、うん、宗教とかめんどくさそうだし絶対やらないかな。免許取るね。きついね、うん、まあそれがリアルでしょう。うわ体質よくわかんねえな、うん、いやいや俺は別に神になったとかどうとかわかんない。神って呼ばれてるだけ最近、アジア人で悟りを開くのに修行に耐えられた人は10人もいないのですごいな。ありがとう。ダッサ。ダッサ。自分の稼ぎで免許取れんのけ？ね、猫間のお母さんがね、お金出してくれる。前からほくろあったっけ？ほくろ増えてるね。無能。荒野の事件を映画化したらやばいのかな？知らない。監督は身分証明できるものはあるんですか？重機カード。座禅組んだり瞑想してる？悟り開くなら最低限しないとな。やってる。10代の頃からやってる。生活費入れてる。うん、
俺の撮り方は取っ手出し、要は、なんていうのかな、アート系の写真の撮り方やってる。便所さん撮って出し。便所さんはね、どちらかっていうとジャーナリスティックの写真だね。アート系の写真じゃないね。俺はアート系の写真だね。のりこはやってない言うてたぞ。言ってればいいんじゃない。前の住所に不法放置したゴミ片付けた。何も不法放置してない俺。中かな、ごめん意味が分かんない。不法投棄のシール貼られてたのはなぜ？大嘘つき。知らない俺そんなの。怖くて外出れないの？そうだね、家の中安全。最近稼げてない。月末の支払いはできたの？できた。荒野食い物にしたやつら許せないな。制裁加えれば。都合悪いことは知らないで済ませる。悟り開くってそういうことなんだね。ごめん、何言ってるか分かんない。いや、つくときは見ない方がいいんじゃないかな。光熱費払ってるね。参考にしてる配信者は特にいない。ごめん、無理。荒野のこと思い出すよ、よく。思い出すよ。なんで俺が原因作った男なの？服そこにあるよ。着る？自分に酔ってはいないかな。わかんない。未来のことは何にもわかんないね。未来のことは何にもわかんないっすね。俺紹介してないよ。いや、謝罪することも何もないし、紹介してないかんね。それ誰が言ってんの？
マチャンピ、おでかビンディ、トモノリおもろいね、クソ面白かったわ、あれ面白いよね。うん、地の発音変だね、昔からだね。うん、おでこはね、あのブラックオパールだね、ブラックオパール。うん、あ、そうなんだ、護送に行ったんだ。そう、三和田どうなった、三和さんに聞けば。インディ中央からずれてる、そう、年金とか全然興味ないかな、誰かを食い物にするとか考えてないよ、俺はリスナー以外から金引っ張ろうと思ってないから。いや、喧嘩してないよ、全然。全然してない。監督だけ浮いてた、そう。あ、そう。浮いてた、俺。残り2分ですね。めっちゃ格好悪かった。あ、そうなんだ。アイテム全然飛んでないね、最近ね。閉めないとね。弁償が和道のこと、和道のこと買ってたよ、枠言ってたよ、 ありがとう、すべてがうさんくさいですね。そうっすか、今のフラッチで生活できてますか。できてないっすね、バイトしてますね。はい、じゃあ次枠で、バイバイ。バイバイ。